はいどうもこんばんは、小室由里の夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週もここから30分間お付き合いください。お相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室由里です。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USB プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ八雲庵、琉球食経、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。日本全国梅雨に入りましたね。雨好きですか？私はね、雨好きなんですよ。意外とこの肌にまとわりついてくるしっとり感っていうのが、私にはとってはひんやり感になってて、これ本当やっちゃいけないことなんですけど、雨の日に窓全開にするって大好きなんですよね。いませんか？雨の日窓全開にするの大好きな人ね、ジメジメする、湿気て嫌だっていう方の方が多いと思うんですけど、同志求む、はい、今聞いてくださっているそこのあなた、俺も好きだ、私も好きよっていう方はぜひコメントください。待ってます、メッセージお待ちしてます。とはいえ梅雨で困ること、雨が続いて困ることたくさんありますよね。積水ハウス大阪市にあります、この会社さんが全国の男女500名に梅雨の暮らしに関する調査を実施したところ、その結果、梅雨の時期に困ることで一番多かったのが洗濯物の匂いや乾き、これが 55.5% だったそうです。室温や温度の調整管理、これが 44.9%、濡れた傘や靴、持ち物の管理、こういうのが非常に梅雨の時期で困ってるというデータが出たそうなんですね。で、この洗濯物の匂い、乾きにくさ、ここに関してはこんな方法がいいよっていうのをご紹介していただいてました。サーキュレーター扇風機使ってみてくださいとのことなんですね。これ私も実はやってます。私どこでやっているかっていうと、リビングのこう湿気っていうんですかね、湿気なのは好きなんですけど、リビングの中がジメッとするのはなんか苦手っていう、ちょっとわがまま体質で、私は冷蔵庫の上にちっちゃいサーキュレーターを置いてます。このサーキュレーターが室内干しのスペースの空気環境づくりの一つになるということで、窓ではなく室内側のドアを開けて乾いた空気をサーキュレーターで風を送ることをおすすめしているということなんですね。ぜひこのちっちゃいサーキュレーターってすごい使い勝手がいいなと思ってるんですよ。梅雨の時期、湿気た感じ、湿気た空気でお困りの方はぜひ今年サーキュレーター一つ購入されてみて、空気の循環を起こしてみてはいかがでしょうか。ということで今週も楽しくお時間過ごしていきたいと思います。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは気になるサプリ。今週も若干ふわっとした感じで後半コーナーに続けていきたいと思うんですけれども、こんな言葉聞いたことありますか？生涯未婚率。この生涯未婚率の男女比率探っていきたいと思います。後半コーナーは毎月2週目探偵サプリ、MJ リサーチ総合探偵社若梅秀隆さんのご登場です。若梅さんからも男女比率、何の男女比率か、ご依頼者様の男女比率について教えていただけるそうです。非常に楽しみですね。そして
全国で占い講座が大人気中です。占い癒しところ八雲庵オーナー萩原八雲先生の週末の占い、今週のテーマ同窓会です。6月17日は同窓会の日ということにちなんで、同窓会について占っていただきました。同窓会どんな思い出ありますか？私は残念ながらそんなにいい思い出がないんですね。いつか話したいと思います。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、湿気大好き、湿気嫌だ、この辺もメッセージお待ちしてます。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、佐藤のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ、私男女コミュニケーション心理師小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けします。気になるサプリ、この言葉聞いたことありますか、というさっき、間違えてごめんなさいお伝えてしまいました。訂正します。生涯未恋率というのがあるんですね。未婚率ではなく生涯未恋率、これなんだ。生涯未恋率とは一度も恋愛をしたことがない割合のことを指すんだそうです。これね、厚生労働省の出生動向基本調査だから国が証明している数字なんですよ。その結果もう驚きですよ。一度も恋愛をしたことがない、付き合った経験がない人、このデータ2020年1都3県20代から50代の未婚者1万人を対象にした調査で、なんとです、3割の人が今まで一度も恋愛を経験したことがないと言ってるんですね。嘘でしょって思う方って私も含めだと思うんですけれども、自分自身に恋愛経験があるから、え、嘘でしょって思うんだと思うんです。未婚男女が今まで一度も付き合った相手がいない割合というのも年代別に出てます。じゃあ20代は男性 27.3%、 女性 11.7%、 30代男性 23.6%、 女性 13.8%、 40代になると少し下がって男性 17.8%、 女性 13.1%。 この40代が低いのは40代世代が10代20代の頃、これ1990年ぐらいなんですけれども、恋人がいた率がこの40年間で最も高かった時代なんだそうです。なので恋愛したことがないという方の数字も減ってくると。さてここで先ほど私が間違えちゃった生涯未婚率を見てみたいと思います。男性の生涯未婚率は 25.7%、 女性が 16.4%。 この結果から何が見えてくるのか、恋愛経験がないということは生涯未婚であるというわけではない。つまり恋愛はしているけれども結婚はしないよという選択をしている人がいるということなんですよね。生涯未恋率、生涯未婚率、この数字からできない人がいる、こういう認識も大事なんですけれども、できないんじゃなくてしないことをチョイスしている人もいるんだよっていうことを念頭に置いていくことってすごく大事だと思うんですね。
だってできないのとしないのって違うじゃないですか。できるのにしないんですよ。これ大きな差だと思いませんか。この番組ね、聞いてくださっている方、本当に老若男女たくさんの方が聞いてくださっているんですけれども、じゃあこれを今聞いてくださっているあなたが未婚だった場合、その未婚しないんですか、それともできないんですか、どっちですか。もちろんこれでね、是非を問うわけではないんですけれども、私は小室よりは今のところはしないを選んでる。なぜかというと、仕事忙しい、たくさんやることある、そしてクーさんもいる。いや、クーさんが相手ではないんですけど守らなければならないものがたくさんあるので、今はそのタイミングではないのかなという自分の認識のもとに、しない人生を選んでる。じゃあ今聞いてくださっているあなたはどうですか、というのはぜひメッセージでお聞きしてみたいですね。またしてて、今結婚をされていて、この恋愛未恋率、恋愛未婚率に対してどう感じるかっていうのも、ぜひこれはね、メッセージでご意見いただいてみたいところですね。ということで、今週の気になるサプリは恋愛未恋率についてお届けいたしました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命合同心理学 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギルワンで放送中です。お聞きください。毎月2週目は探偵サプリ、 MJ リサーチ総合探偵者若梅秀隆さんがご担当いただいています。今週は探偵に依頼する男女比率ということで、前半との連動企画となっております。多いのは女性それとも男性、若梅さんよろしくお願いします。こんにちは、探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵者、調査歴20年現役探偵の若梅です。探偵サプリでは気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただいております。今回は探偵依頼の割合や男女比をお話ししようかと思っております。探偵に依頼するのはやはり浮気調査で、そこから人探し、あと企業案件の調査、相続、就活、
詐欺やストーカーなどの依頼が入ってきます。で、中でもやはり一番多いのは浮気調査になるんですけれども、まあ、浮気調査というとやはり結婚している方が配偶者、まあ、奥さんや旦那さんの調査をしたいということで、まあ、その調査の内容的にはやはり離婚や慰謝料請求、あと親権問題ですね、まあ、そういったのを相談することが非常に多くなっております。で、男女比に関してなんですけど、やはりこれはもう本当昔から変わらないんですが、女性からの依頼が多くなっております。で、大体割合でいうと女性が6割で男性が4割ですね。やはり年代的にも20代ぐらいから、まあ、30、40代で、5、60代の方が今熟年離婚というのもやはり多く出てきているので、非常に多く浮気調査の相談は受けております。で、その中でも依頼の内容でですね、まあ、目的ですね、やはり浮気調査をしてただ白黒はっきりしたいっていう方と、やはりもう離婚して慰謝料請求をしたいという方が二極化で分かれるんですけれども、まあ、大体同じぐらいの割合で相談は来るんですが、ただよくよく話してみるとですね、やはり浮気の事情は知っているんだけれども、まあ、離婚までは実際したくなくて再構築を求めている方が非常に多く感じられます。まあ、相談時はやはり絶対離婚してやるんだとか、浮気なんか見つけたら慰謝料請求までしてやるって言うんですけども、実際はやはり元に戻りたいとか、そういった方を考える方が結構多いですね。で、その中でもその再構築望むのっていうのは基本ですね、男性の依頼になります。だ、男性はやっぱり奥さんの浮気をちょっと気になりだして自分でいろいろ調べてみるんですけど、まあ、大体黒だなって分かった段階で相談に来ることがあります。で、話を聞いてみると、やっぱり浮気相手と別れてもらいたいと、で、まあ、また再構築したいっていう方が非常に多くて、で、その逆にですね、女性はですね、もうやっぱりきっぱりしちゃってますね。もう浮気は多分もうしてるだろうと、で、まあ、慰謝料請求をしたい、また離婚したい、まあ、親権も取りたいということで依頼が入ってきます。で、このようにやっぱり男女でもいろいろ考え方が違うんだなということで、まあ、再構築を望む方でもやはり白黒はまずはっきりして、で、そこから、まあ、実際の報告書を見て、まあ、離婚するのか慰謝料請求するのかを考えていただきたいなと思ってますので、まあ、そういった相談まず無料で行っておりますので、まあ、探偵依頼の、相談に関してはいつでもご気軽に、相談していただければと思います。で、今回は探偵依頼の割合や男女比をお話しさせていただきました。まあ、探偵依頼の相談などは MJ リサーチで検索していただき、また MJ リサーチ公式 YouTube もご覧になってください。まあ、最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。男女比率、それも気になりましたけれども、その後の再構築、ここが皆さん意外だったんじゃないでしょうかね。その再構築のお役に立てるのが私小室由里だと思います。自画自賛ですかね。はい、自画自賛しますよ。若梅さんとはね、そんなところでもお仕事ご一緒できますよねなんていうのでご相談をさせていただいているところなんです。男女間の再構築、お求めの方はぜひまずは MJ リサーチ総合探偵社へ相談してみてください。若梅さん、ありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーへのご相談でアフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談ください。インターネット検索は MJ リサーチ探偵、 MJ リサーチ探偵でお願いいたします。また MJ リサーチ総合探偵社が管理運営するYouTube チャンネルもぜひご覧くださいね。踊れ踊れ私の占いサブリ。占い講座が全国で大人気中。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生で監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も十二星座で占っていきます。セピア色の同窓会、確かにね、
同窓会ってセピア色ですよね。できれば原色に戻してほしくない。はい、それではセクシーに参ります。おひつじ座。あの頃あなたはいつも前を向いていたわよね。同窓会の後はあなたの前に私がいてもいいかしら。おうし座。学校帰りパピコを二人で分けながら歩いたね。今日もあなたとパピコ吸ってみたい気分だわ。双子座。少年だったあなたにお子さんがいるなんてね。でも今夜は二人とも子供に帰ってはしゃぎたいわ。カニ座。学生時代あなたのことを好きだったのよ。ねえ、この後二人で飲み直さない？獅子座。よく授業中に紙にメッセージを書いて回したわよね。懐かしいから LINE の交換しておかない？乙女座。ごめんね、夫の愚痴聞いてもらっちゃって。別れていなければあなたが私の旦那様だったかも。優しいのね。天秤座。久しぶりの地元はガラッと雰囲気が変わったわ。でもあなたの笑顔は何にも変わってない。ずるいのよバカ。サソリ座。あの子に代わってチョコレート渡したのを覚えている？あれ本当は私からのチョコレートだったのよ。今日もチョコレート渡してもいい？いて座。クラブ活動しているあなたが素敵だったわ。今もいい体してるの？かっこいいんだから。ヤギ座。かわいいまんまだねってそんな褒めたって、私ももういい歳よ。バカ。本気になったら責任取ってくれるの？水亀座。さっきまで僕って言ってたのに、俺んとこ来たらいいなんて。終電までなら時間作れるわ。エッチ。魚座。大人になってから会うのっていいわね。今夜はさらに大人な出来事起こしちゃう？占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。なんだか今日は悪女になった気分で読ませていただきました。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりのやるサプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。来週はゲストさんお迎えしてお話を聞いていこうと思うんですが、連れ去りっていうキーワード聞いたことありますかね。世の中にはたくさんの男女問題がありますが、この中でもお子様を連れ去ってしまうというこういう事件が実はかなり多くあるそうなんです。この連れ去り問題に現在対峙しておられる方をお招きしてお話を聞いていきたいと思います。夜サプリも結構真面目なことやるんですよ。はい、たまにはこういうのもいいですよね。金沢にお住まいの皆様、
お待たせいたしました。私小室ゆりと金沢でお会いしませんか。セミナー開催いたします。社員の積極性が増すコミュニケーションと男女心理、4月5月と前半をお届けしてまいりましたが、6月はまとめ後半お届けしていきたいと思います。実践するコミュニケーションをお届けする予定ですので、楽しみにいらしてください。社員の積極性が増すコミュニケーションと男女心理、6月23日金曜日、時間は14時から16時、金沢港クルーズターミナル会議室2で行います。詳細お申し込みお問い合わせは職場環境改善コンサルタントチームスイッチ、職場環境改善コンサルタントチームスイッチ、お電話番号090-7081-5391 090-7081-5391 へお願いいたします。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西高寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ薬務庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューン堂、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビデコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。人は受けるより与えることの方がもっと幸せなのである。アメリカの実業家アンドリュー・カーネギーの名言です。もらうのもそりゃ嬉しいですけれども、誰かのことを考えて考えた結果ありがとうって最高の笑顔をもらえたら、こんなに幸せなことはないと思いませんか。私も与えて与えて与え続けられる人間になりたいと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から